鹿島建設秋田港能代港洋上風力発電工事事務所の渡辺文弘です。2020年入社の今年で3年目になります。私が今携わっているのは洋上風力というプロジェクトになります。海の方が風強いので、それを生かした風力発電というのをやっていく事業になります。これまで結構いろいろな担当させていただいたんですけども、まずは洋上での現場の管理といいますか、そういったところから、現在ですと契約のところをですね担当しております。自分が携わってきたことがこう目の前に出来上がっていく瞬間っていうのがやりがいだと思います。材料研究室っていうコンクリートの研究する研究室だったんですけど、コンクリートでそのカヌーを作って速さを競う大会とか、全長4メーターぐらいの本当にカヌーを作って川に浮かべて競争するんですけど、浮かせるためにちゃんと配合とか重量とか計算してやってたんですけど、あとは実際にコンクリートの配合を考えて、コンクリートの鋸歯体作って荷重かけてひびを発生させて、で、そこからその曲げ体力っていうコンクリート自体の耐えられる強度っていうのをいろいろ計算して出さなきゃいけないんですけど、そういった経験をいろいろさせてもらったので、それが自分の中では楽しかったです。今後の目標は、しっかり現場経験を積んで一人で一つの講師をしっかり回せるようになれることが直近の目標です。何十年後かになると思うんですけど、現場所長として一つの工事を持ってしっかり完遂させるっていうことですかね。やっぱ仕事していく中でその大きいものができるとやっぱワクワクしてくるので、それを自分の手でいろいろやって作れたらもっとワクワクが止まらない気がします。なんだかんだで大きい建物とか大きい機械とか見るのが好きなんで、その気持ちがその目標に向けての情熱につながってると思います。宇都宮大学には知識とか経験豊富な先生方いっぱいいらっしゃいます。大学生活の中でも、たくさんの経験をできると思いますので、ぜひ、宇都宮大学入学に向けて受験勉強頑張ってください。ワクワクを大事に。